今回ご紹介するのは越後ときめき鉄道しなの鉄道の妙高高原駅です。妙高高原駅は新潟県妙高市にあり、1888年明治21年5月1日に関節鉄道の関山長野間開業の際に開設されました。当時の駅名は田口駅でした。当駅は新潟県内の鉄道駅としては最南端に位置しています。当駅は冬はスキー・スノーボード等のウィンターレジャーでにぎわい、夏は豊かな緑に囲まれるリゾート地の妙高高原の玄関口となっています。当駅は越後ときめき鉄道の妙高羽生馬ラインとしなの鉄道の北しなの線が乗り入れています。会社境界駅であり、当駅から直江津方面が妙高羽生馬ライン、長野方面が北しなの線となっています。当駅は両社の共同使用駅で越後ときめき鉄道の管轄駅です。しなの鉄道で唯一新潟県に所在する駅です。もともとは両路線とも JR 東日本の信越本線でしたが、2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間延伸開業に伴う並行在来線の経営分離により、当駅を境に直江津方が越後ときめき鉄道、長野方がしなの鉄道へ承継され、駅施設も越後ときめき鉄道へ移管されました。ワンマン運転の運用方法や運用車両の違いなどもあり、妙高羽生馬ラインと北信濃線の相互間を直通運転する列車は存在しません。当駅は単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線計2面3線のホームを有する地上駅で、単式ホーム西側に面して駅舎が所在し、両ホームは跨線橋で連絡しています。北信濃線は2番乗り場、妙高羽生馬ラインは一部列車を除き3番乗り場からの発着で、一部の時間帯を除き同一ホーム上でおおむね10分以内に乗り換えが可能なダイヤが編成されています。
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。